just could do a gay yakuza like a dragon. Let's go to our next destination. We're now at chapter 4. Chapters are there. Sub-story, one man's trash. こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまり広いから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、 ここのものは全部店の商品だ。勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。 確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。 Pretty girl.
Leute! Nun doch. Warte, du! Wo? Auto battle mode cannot be selected. Press L2 to turn auto battle mode on off. Hold L2 and use. Okay. This is a relaxed game. Enjoy your stay here. The office. Hey. No. ありがとうよ。
A special bathhouse. Oh. Yeah. Go to Ottahin Land. Can I disturb them? Go there for what? もしもし。 Did your phone just drop? Oh lady. Handsome. Ayo. That was Japanese pervert. Quite funny, yeah. やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録。が
学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないな。おい、何してんだ。ああ、すまん。この辺でなかなか見ない輩だったからな。つい夢中になっちまって。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士、なんだそれ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら行くぞ。ち、分かったよ。ここが俺の事務所。スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったら説明してやろう。スジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、スジモン、スジモン。要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでそのスジモンのデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか。ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう。多くの人は危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、おっさん臭い割にはいいこと考えてんじゃねえか。What is he talking about? だが、なんでそんなことを始めたんだ。まあ、過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあ、そりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくな奴がいればいいんだが。そういうやつが見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待て。なんだ、まさか俺たちにスジモンのデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃないか。とは言ってもな。頼む、辻
官の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか。お礼だってよ、やってやるよ。一番、俺に押し付けるなよ。だが、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩義君。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？ああ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。数字で英語セストオンカスガス。さて、あとは筋文の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。おう、出てこいや。なんだね、こいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい？赤か、青か、緑。ああ、よくわからねえが、そうだな。Great color then. じゃあ、赤で。赤だな、わかった。よし、お前らは赤のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け、登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。スジモンバトル。Still one more.Yeah.
impressive. お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどう思う？で、これで登録されるのか。まあ、ほら、アプリを開いて見てみろ。レス尋問。なんだい？こんな感じでいろいろな筋文を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。ああ、報酬ももらえるみたいだし、やってみりゃいいじゃないか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあ、そうだな。それじゃあ、この世界の平和のために、よろしく頼んだぞ。目指すぞ、辻門マスター。辻門マスター。New and chapter 4. I'm sorry, this.売り上げの生産よろしくね。はい。はい、フロント。お湯の出は悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。どうだい、どばっか、ウィッグ。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。わお。はい、おときめランドでございます。So many girls behind。なのはちゃん。うんうん、そう、休むってこと？え、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査を受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。What that girl? Pretty A. なんだあんたら喧嘩をやってきたのか。え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、wow, look at that girl. Pretty sexy girl. 世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、カズガ。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち放送、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る、横浜清流会だ。それでもいいのか。
ここが清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ、店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺、16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても、他の方たちが。よし、下品子が出てきた。Sorry. Wow, this girl is pretty. Wow, the one of them are quite pretty. Japan sure. So many pretty girls down there. Protester. Huh? Illegal man, prostitution. Japan so many porn star. You? Ha ha ha!